皆さんこんばんは。1月27日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、ソー TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様改めましてこんばんは。沖縄支局キャスターの、ボギーテドコンでございます。今、旧暦のお正月、中国では春節というんですが、その休みに合わせて、中華圏から約70万ほどの、中国人が、日本に入ってきているということでございます。それの約1割の、7万人前後がこの沖縄に来ているということなんですが、確かに沖縄どこへ行っても中国人だらけでございます。そんな中で今巷をにぎわす新型コロナウイルスによる肺炎、これについてですね、行政の方が全くと言っていいほど動かない中で、我々は自分で何をすべきか、そして現状はということをね、この番組でまたいろいろお伝えしていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、今日は昨年買った、はい、噂の目玉焼きトレーナーを着てきました。皆さんどうですか？美咲です。よろしくお願いします。はい。これで鶏、はい、のトサカでもついたら完璧だったんじゃないかと思うんですけどね。はい、鶏私昔に飼ってたんですけど、はい、赤いこのトサカがプルンプルンと揺れるんですよね。はい、誰触るとあったかいんですよ。髪の毛みたいな感じじゃないんですか？いや違うんですよね。はい、そんな感じで今日は目玉焼きスタイルということで、今日も美咲ちゃん思いっきり可愛いでございますね。しかし本当に今日外に出てみるとね、特にこの国際通り、中国人の方々がいっぱいでね、そのほとんどがマスクしていない。本当ですよ。マスクしてるのは多分1割か2割じゃないかっていうふうに私思うんですけど、これにつきましては後ほどまたね、コーナーでいろいろ触れていきたいと思いますけど、こういった現状、本当にこのままで沖縄大丈夫なのかななんてね思っております。ではいつものコーナー行ってみたいと思います。今週の自衛隊、美咲ちゃんお願いします。はい、フリッピこちらです。でい、はい、こちらが、陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが1月27日本日のものとなっております。緊急患者空輸が9625件、9625件、こちらが先週に比べましてプラス2件となっております。不発弾処理の方が37931件、37931件、こちらが先週に比べましてプラス9件となっております。はい、ありがとうございます。いや、しかし本当に不発弾毎日出てるような感じですよね。はい、そういった中で先週まで、このトンコレラ、はいはい、トンコレラの罹患した豚の殺処分に、この第15旅団の隊員の方々が、従事されていたんですけど、その隊員の方の、思いが先日産経新聞に載っていたんですけどね、大きな豚、特にこの母豚ですね、このお腹の中に、子供がいる豚も、殺さないといけなかったっていうことで、すごいもう辛い思いをね吐露されていましたけど、そのような業務に本当に自衛隊の方々を使っていいのかっていうやっぱり疑問は多くの方々から上がっておりますが、それをやる組織っていうのはやはり今の日本では自衛隊の方々しかいないのかななんてね思ってしまいます。市町村の畜産課とか環境衛生課ではこういったことはまずできない。そうなるとこういった専門の部隊を立ち上げるとなると、また法整備やら、ね、予算やらでまた何かとカンカンガクガクしてしまうと、そういった中で、
どうしてでもこういった災害、もうこれはもう災害そのものですから、まあ、それに自衛隊の方々がまあ動員をされるっていうのは現行法制ではまあ致し方のないことだとは思いますが、まあ、本来であればきちんとした組織を作ってですね、例えば貿易こういったの専門の組織を作って、まあ、そこがこういったものに当たる、で自衛隊は本来の任務に特化していただくっていうこともね、今後考えてみてもいいんじゃないかというふうに思っております。本当に自衛隊の皆さん、不発弾処理、そして緊急患者空輸、そして沖縄の養豚業を守るために身を粉にして頑張っていただき、そして辛い思いをしながらね、今どうにかトンコレラ封じ込めが功を奏しているようでございます。心から感謝しかございません。自衛隊の皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。さて美咲ちゃん、こっちからですね、まあ、トンコレラが一難落ついたと思ったら、今度は新型コロナウイルスによる肺炎がね、非常に巷では心配されておりますけど、沖縄県、なぜかシーンってしてるんですよね。そうですね。玉城デニー知事も何にも言わない、最近ようやく口を開いたと思ったら、まあ、沖縄のね、約180キロ離れた海上に、米軍のヘリが墜落したっていうふうに、これを目くじら立てて、わめき立てておりますが、防衛省は着水と言ってます。しかし玉城デニー知事は墜落だ墜落だと、沖縄のメディアも墜落だ墜落だっていうふうにおっしゃっているんですけど、いや本当にこの人たち危機意識ゼロじゃないかと思っております。まあ、そういった中でこのトンコレラの件についてですね、なんと玉城デニー知事が沖縄のメディアに対してですね、報道を自粛するようにっていうことで申し入れをしてたっていうことが最近明らかになったんですよね。まあ、風評被害を抑えるためっていうことだったらしいんですが、まあ、メディアに対してこういった圧力をかけるやり方っていうのはまるでどっかの国と一緒なんですけど、これメディアの組合とかは文句言わないんですかね。さてこれと同じようなことが起きております。これでございます。ドン、新型肺炎初期穏便に済ませよ、中国当局観光令ということで、はい、今回の新型コロナウイルス、それについて穏便に済ませようと中国の当局が観光令を敷いていたということで、全くトンコレラウイルスの時の玉城知事と似たような匂いがいたします。さて肺炎の発生当時、武漢市の方針は穏便に済ませることだった。はい、中国河北省武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎の発症者が出始めた昨年12月、当局が肺炎について口外しないよう観光令を敷いていたことが分かった。武漢市の共和委員の医師によると、原因不明の肺炎が続出した際、病院内で肺炎について会員制交流サイトなどで発信をしたり、メディアの取材を受けたりしないよう通知があったということで、いや、やっぱりあの国はこんなことするんですよね。はい、本当になんかそっくりだなと思ったんですけどね。はい、で私がこれを見て思ったことなんですけど、美咲ちゃん、チェルノブイリっていうね、ソ連の原発が爆発をして大量の放射能が世界中にまき散らかされた事件、覚えてますかね。はい、その事件、なんとね、共産主義体制のソ連っていう国で起きたんですけど、そのソ連でもこのチェルノブイリの原発の爆発事故が起きた時に、本当は大変なことが起きてるのに大したことありませんよって言って上に対して必死に嘘っぱちを並べ立てて、どん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 被害が大きくなっていったんですよね。で結局これでですね、まあ、情報の隠蔽、そして被害に遭った方々のあまりの多さに、このソ連という国は崩壊の引き金になったと言われています。今ロシア、はい、恐ろしやと言われてますけど、プーチン大統領の恐ろしやなんですけどね。
まあ、ソ連という大きな国はこれでなくなってしまったわけなんですけど、私は今回のこの新型コロナウイルスの、まあ、下手したらパンデミックになる、もうとどめようがない、もう本当に大変な、ね、ことになるというふうになった場合、私はこの、はい、戦後ずっと続けてきたこの中共、まあ、中国共産党の一党独裁体制が崩壊する一つの引き金になると。つまり今回の武漢市の新型コロナウイルスによる肺炎発症は、中国のまさにねチェルノブイリ原発事故と同じような大きな影響をね与えるんじゃないかというふうに私は思っております。今はもうインターネットの時代でございます。どんなに中国政府が情報を隠しても漏れ出てくるのがたくさんあるんですよね。まあ、そういったのを見ると、なんだかこの中国の政府が発表している数字っていうのはちょっと信用できるかななんてね私思ってしまうんですが、その中国政府の発表している数字がこれでございます。トン、新型ウイルス中国国内の死者80人、感染者2744人に、時事通信、本日のニュースですね。はい、新型コロナウイルス流行の中心地となっている中国中部河北省政府は27日、新たに24人の死亡が確認され、国内の死者が80人になったと発表した。感染者も新たに371人確認されたという。中央政府は同日、国内で新たに769人の感染者が確認され、国内の感染者数が2744人になったと発表したということでございますが、まあ、沖縄のですね、いわゆる、はい、あちら系の方々、反社会的勢力の皆さんは自分たちの集会がですね、例えば、本当は1万人ぐらいしか集まってないのに10万人だとかねゲートの前に8人ぐらいしかいないのに30名だとかねあるあるですね。あるある。そして土曜集会などでね、400名ぐらいしか集まってないのにね3000人だとかね、いろいろ言うんですけど、まあ、これはいわゆる、例えの言葉で大本営発表なんて言ってるんですけど、中共の場合は違うんですよね。非常に気まずいものの数字を発表するときには間違いなく私は10分の1くらいで報道してるんじゃないかと思うんです。まあ、普段から平気で嘘っぱち垂れ流しますからね。ですから信用できないんですよ。逆にもう10分の1というふうに思えば、この事態がいかに深刻かっていうのがね見えてくるかなと思います。実際に武漢の街のねちょっと写真があるんでお見せしたいと思います。これでございます。誰も歩いてない、すごい、誰も歩いてない、はい、本当にね、まあ、お正月っていうこともあるんですけど、普段人がにぎわうのに人がもう本当に歩いていないということでございます。続きましてトン、沖縄じゃないですよ、はい、こんなのが出るとねついつい沖縄かななんて思ったりするんですけど、これははい、この武漢の、スーパーマーケットの中で買い物をする女性なんですけどね、もうこのように自分の顔も全部ビニールで覆ってですね、はい、ビニールで覆ってます、はいはい、もうね少しでもその外気に触れないようにっていうことでみんな自衛をね、まあ、しているということなんですけどね。いや、そのぐらいやっぱりそこではみんな今回の病気について危機感を、まあ、持ってるということでございます。そしてこれ何かと言いますと、なんとね10日間、はい、10日間でね1000人程度が入れる病院を作るっていうことで、ショベルカーでこうしてなんか穴掘ってるんですけど、思わず私このショベルカーを見た時に何のために穴掘るのかなとしたんですけどね、はい、普通はもう政治だったらこんなしなくてもできるかなと思うんですけど、まあ、こういうのをやるぐらい切羽詰まってるということであるというふうに私はやっぱり思っているわけなんですよね。
そして最新のこの感染のね、はい、度合いが、地図で表されてますんで、こんな感じになります。この大きな丸、はい、これがね、いわゆる河北省の、はい、方なんですけど、それを中心に周りに美咲ちゃん点々点々と広がってるの分かりますかね、はい、もうね、ほとんど中国全土に広がっていると言っても過言ではないわけなんですよね。はい、当然ながら上海とか、あと南の方とかでもどんどん出てきております。はい、そして、日本4とありますよね、発症者4、はい、ところが日本政府はこの4名がどこの人間か、どこから来た人なのかっていうことは発表しないと、なぜなら個人情報だとか、はい、意味のわからんこと言ってますけどね。それからすぐ沖縄のそばの台湾、はい、このような感じになっております。そして韓国でも3名の発症者、はい、まあ、このような感じで東アジア全体に今この新型コロナウイルスによる発症者がどんどん出ているのにもかかわらず、なぜか日本政府の対応っていうのは非常に遅いというか、まあ、沖縄でも行政がこういうのを訴えてるっていうのは全然聞いたことないですよね。聞いたことない。まあ、ラジオでトンコレラにウイルスにかかった肉を食べても安全ですなんていうことをやってますけど、今回のこの、はい、コロナウイルスについての広報っていうのは全く流れていません。まあ、そういった中で中国国内の方にですね、まあ、勤務される日本人医師が今情報を発信しております。これでございます。トン、はい、藤田康介先生なんですけどね、上海におられるそうです。はい、上海の住宅でも通知が出ました。配達員などはマスクなしでは敷地内に入れない、住宅見学の不動産業者も付き添いを一人だけということで、武漢ナンバーの人と車は住宅地内に入れません。それどころか関係部署に通報されます。感染防止に重要なことですと。こんなことをやったら日本ですぐ人権団体なんかがね、人権蹂躙だっていうの大騒ぎしますけど、そんなのがないのが中国なんですけどね。上海市も全ての上海市と他省を結ぶバスを停止させましたと。上海はこの病気の発生源ではないんですよ。それでもこのようにバスを停止させている。はい、チャーターしたバス、外国人のバスも全て含んでると。人の流れを遮断すること、これが感染拡大を防ぐために急務ですということで、ちなみに上海市の面積は、はい、6340km平方メートル、日本でいうと大分県ぐらいの大きさのある市です。人口2400万、まあ、沖縄が140万県民ですから、すごい大きな都市ですよね。はい、そこがこのように今もう交通を、ね、遮断をしているということなんですけど、まあ、これから比べますと日本っていうのは美咲ちゃん何の規制もない、ね、そうですね、何も全然聞いてなかったです。はい、そして、藤田先生、まずは予防意識を高めること、そのために外出時は必ずマスクをして人混みに行かない、パーティーなど集団で集まることを控える、手洗いと顔を洗い、スマホキーボードの消毒なども重要、またマスクを捨てるときには袋に入れて封をして捨てること、勝手に捨ててしまわないように、ガーペ、つまりこれは何かと言いますと、唾を地面に吐くことは絶対にダメというふうに藤田先生おっしゃっております。はい、そしてこれ怖い話なんですよね。ちょうど今は春節前に時間をずらして日本に旅行した武漢の旅行者が潜伏期間の1週間前後を迎える頃です。中国国内でもその時期に武漢から移動した人の感染が確認されているケースも多いです。そのため各地に感染者が出ています。大部分が武漢を出発した人たちですということで、これ怖いことなんですよ、美咲ちゃん。怖いですね。日本にね、今この春節前に約70万人の中国人の観光客が入ってきてるんです。その潜伏期間1週間がそろそろ切れるとなると、
今日本中に散らばっています、そういった中国人観光客の中にもしこのウイルスに感染している人たちがいたら、突然発熱をしたり咳をしたり倒れたりする可能性がまあ出てきた。その入ってきた70万人の約10分の1がこれ沖縄に入ってるのに、沖縄県ほとんど対策らしい対策も取っていないっていうのが私非常に怖いなというふうに思います。しかしこの武漢っていうところ、当然ながら日本人もね、そこに駐在しているんですよ。やはり仕事の関係とかそういったので行ってる人たち、そのついてった家族の方々っていうのがだいたい600から700名ぐらいいるっていうんですけど、そういった方々は見捨てるのかっていうような話が出てるさなか、こういったニュースが出ました。これでございます。トン、武漢在留邦人の帰国希望者にチャーター機派遣へということで、これ1月26日のアベマニュースさんなんですよね。はい、安倍総理は26日、中国で感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎をめぐり、武漢市に住む日本人について、中国政府との調整が整い次第、チャーター機などあらゆる手段を追求して希望者全員を帰国させることにした。調整を一層加速して速やかに帰国を実現させたいと考えていると明らかにしたということなんですよね。ところが、ここで問題点があるんですよ。なぜかというと、今回こういったチャーター機で希望者の方々を帰国させるって言ってるんですけど、その今このコロナウイルスが蔓延している武漢市から帰国するわけですから、そのまま飛行機に乗っけてお帰りなさいじゃまずいんじゃないかっていうやっぱり声が上がっています。そういった中でこの帰国者のウイルスチェックっていうのが必要になるんじゃないかと私思っているんですよね。で、この潜伏期間が1週間から2週間あるということなんですけど、この帰ってきた方々を一人一人ですね、そういった感染してるかどうかチェックをした後に入国をさせるのか、それとも日本人だから大丈夫だって言ってそのまんま帰宅させるのか、これ非常に私は問題だと思っているんですよ。もしこの中で感染をしていてまだ発症してない方が自宅に戻ったと、そこに家族がいますよね。で、家族がいる中で過ごしているうちに発症すれば、その家族にまでやっぱり移ってしまう。ですからこういったところはやはり、国はですね、きちんとこの戻ってくる帰国者の方々の健康チェックっていうのはきちんとやってほしいなというふうに思いますけど、その反面70万人というね数で入ってきた、中国系観光客については何にもしていないっていうのがすごいびっくりなんですよね。はい、そういった中で、国はですねまた迅速に動いております。これでございます。トン、新型肺炎指定感染症へ患者の強制入院など可能に、1月27日のテレビ朝日さんですね。安倍総理は新型コロナウイルスの感染拡大について、患者の強制入院などが可能になる指定感染症に指定する方針を表明しました。28日に閣議決定します。感染症法上の指定感染症になれば、患者の強制入院や就業制限など厳重な法的処置を取ることができるようになります。なお、武漢のある河北省は新型肺炎による死者が76人に増えたと発表しました。これで中国での死者は80人となりましたということで、やはり国がこのように指定感染症として指定をしようということは、やはり軽い病気ではないということをやっぱり国もきちんと認識をしているということなんですよね。はい、そして我らが和田政宗先生、安倍総理が新型コロナウイルスを指定感染症とすることを表明、患者の強制的入院や就業制限が可能に、感染力が強くなっていると見られ、怖いでしょ、感染力が強くなっていると見られ、段階が変わってきたと感じています。私は国交省の安全危機管理担当政務官で
決定前のことはお話しできませんが、皆様のご意見をしっかりと受け止めていきますということで、ぜひね、皆さん特に具体的な対策などを考えられている方は、和田先生のツイッターとかにねリプしていただくと、必ず和田先生読んでますんで、そのね、変なけなすとか、ね、足を引っ張るようなことではなくて、この新型コロナウイルスをどうやっぱり封じ込めていくか、はい、この感染をね広げずに済むかっていう、そういった具体的なアイデアなど、ぜひまた和田先生の方にねお寄せいただきたいと思っております。さて、これが今の日本がやっている水際対策、何をしていると思います？これ、この70万人の、中国から来る観光客の方々に、このコロナウイルスを日本に入れないために日本がやったことはこれなんですよ、なんと、観光客の皆さんにアンケートを取るという。アンケートマスクを必ずしてくださいとかじゃなくて、アンケートですか？アンケートしても何もならないですよ、ちょっとアンケートを取ったんですよ。アンケートを取って、熱ありませんか、咳してませんかということでですね、はい、それがある人は申し出てくださいということなんですけど、美咲ちゃん、もしね、美咲ちゃんが外国に旅行行きますと、でその時に、アンケートが回ってきて、あなたはこれに該当しますかって書かれてて、お腹がぐるぐるしますとか、咳がちょっと出ますとか、熱がありますとか、これに真面目にチョンってチェックを入れてしまうと、あなたはもう出国禁止ですってなった場合、真面目に書きますか？まずもうなんか大事な、例えばじゃあリーリーと海外旅行初めて行きましたってなったりしたら、もう絶対あーリーリー楽しませたいからな、ちょっと我慢しようかなってなる、絶対なっちゃう、なる人絶対いっぱいいますよ。せっかくね、海外とかお金めっちゃかかるじゃないですかね、それだけで帰ってくださいとか多分、ならないようにしますよね。だから自分もそうだと思うんですよ。こんなの誰が正直に書くんですかっていうことですよ。まあそれもね、70万人も入ってきたら一人一人呼び止めてチェックするっていうのは非常に難しいと思いますけど、ただこれではどうかなというふうに思います。そして空港の中では入国の際に、サーモグラフィーといって、この、体温が高い人を見分ける装置もつけられているんですけど、結局空港に着いた時には発症前で何ともなくて、その後に発症して今日本に4名この病気が発症した人たちがいるわけですから、そういった人たちはこの日本のこのアンケートと、そしてサーモグラフィーをかいくぐってきたということですから、これで私は全然終わるとはやっぱ思っていないわけなんですよね。はい、そして結果的にこの水際対策というねことをやったんですけど、まあ残念ながら、この40代、武漢に住む40代の男性が今月の22日に来日をしたと、ですんなり入国審査通ってます、ところが翌日に発熱をし、24日には発熱に加えて関節痛が出たため、愛知県内の医療機関を受診したところ、肺炎の兆候が見られ入院と、はい、しかし怖いですよ。そういった中でね、この福岡県、福岡県の小川知事、なんと新型肺炎、福岡空港で水際対策をしてくださいっていうことで知事が要請をしたということなんですよね。はい、福岡県の小川陽知事は24日、福岡空港を運営する福岡国際空港の長澤哲弘社長と県庁で会談、中国で発生した新型コロナウイルスについて検疫所など関係機関と連携し、しっかり水際で対策をしてほしいと要望した。同社はホームページなどを通じ、症状が出た場合の速やかな受診などを呼びかけており、関係機関と一緒にやっていくと述べているということで、うちらの玉木知事なんかしました？美咲ちゃんちょっと美咲の耳には入ってきてないですね、まだ何も。美咲ちゃんの耳にも入って、私の耳に入ったのは、米軍のヘリがね、不時着したのを墜落だっつって大騒ぎしていることなんですけどさて、ここで皆さんに
この県は何をしているのかっていうのをお見せしたいと思います。フリップお願いします。ドン。さて美咲ちゃん、はい、ここから我らが沖縄県、その沖縄県のちょっと現状についてお話をしたいと思いますけど、これ沖縄県のデータなんですけどね、これ令和元年の外国人観光客の状況ということなんですけど、これ去年の1月、はい、去年の1月中国から入ってきた観光客の数がなんと6万7000人ぐらい、うん、去年ですよ。今年はもっと増えてると言われてるんですよね。ですから約7万人ぐらいが沖縄に入ってきていると、それプラス感染者が出ている韓国、それから台湾の方からもやっぱり入ってきています。まあ、中国の、ね、観光客だけに限っても約7万人の中国人観光客がこの時期沖縄に入ってきちゃってるっていうことだから少なくはないよね。そうですね。だって日本あんな広いのに、うん、こんなちっちゃい沖縄に10分の1の中国人来ちゃってる。そう思ったらすごい数ですね。すごい。はい。そしてね、次の資料ここに書いてますよね、市場の動向って書いてますけど、中国本土航空路線は前年並みを推移したもの、中国発クルーズ船の寄港回数増により回路客が増加し、初の70万人台となった。沖縄県140万県民ですから、うん、その半分ぐらいの中国人が沖縄に来ちゃっているということなんですよね。はい、そういった中で私の友人が先日ですね、那覇空港の国際線の方に行ってきたんですよ。するとこういうふうに書いていました。到着客はほぼ全員がマスクを着用していましたが、美ら海水族館ではマスク着用者は全体の1割もいないと感じました。中国人とおぼしき外国人はマスクをしていない。マスクの効果も懐疑的と言われていますが、空港では着用していても到着後はマスクを外している。実態はこんなものでしょうということで、これ到着ロビーの方ですね、このようにみんなマスクして入ってくるんです。入ってくるときはマスクをして入ってきます。ところがこれ、はい、チャンネルさくら沖縄支局のすぐ近くにある、中国人観光客に大人気のラーメン屋さんなんですけど、これを見て分かるようにマスクしてる人います。確かに、はい、こういう感じしてる人いるんですけど、ほとんどの方がマスクしていないんですよ。つまりこれは何を表しているかというと、まあ、彼らが日本は安全だと、ね、もう完全に信用しきっちゃってる。ですから日本ではマスクいらないって言って外しちゃってるんだと私思うんですよね。いや確かに武漢と比べると日本っていうのは安全なんですけど、だからといってこの人たちがマスク外していいっていうことではないと思うんですよ。ね、日本は安全だからって自分たちがマスク外してそこからまたこういうふうに感染が広がるっていうことを考えていないのかなっていうふうに私は思っております。ですからこのように空港に来た時にはみんなマスクしてる。なぜなら感染したくないから。ところが沖縄に来ると、まあ、沖縄は安全だからといって取っちゃうと。それって本当に大丈夫なんですかっていうことなんですよ。それに対して沖縄県何の対策も取っていないと思いますよ。だってラジオでもね、今回の、コロナウイルスについての県の広報っていうのは全然流れてきません。インフルエンザだったらインフルエンザ警報っていうことで、こまめにうがいしましょうって、マスクを外出の際にはマスクをしましょうとか、ラジオでもテレビでもやるじゃないですか。今回一切ないんですよ。ない。トンコレラの時には情報を、ね、隠蔽し、そして今回のこのコロナウイルスではそういったね、民間への自衛策すら広報しない。本当にこれ大丈夫かななんて私思っているんですけど、ただ県のホームページ見ると載っていました。これでございます。トン、はい、保健医療部地域保健課っていうところでね、はい、感染予防のためにということで、このインフルエンザ
はい、が多いっていうことをね書いてたんですけど、はい、はい、現在風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて咳エチケットや手洗い等の感染予防策を徹底してください、うん、咳エチケット、咳くしゃみをする際にはマスク、ティッシュ、ハンカチ、袖をね使って口や鼻を押さえる、うん、手で口や鼻を押さえたり何もせず、咳くしゃみをしちゃいけませんということを書いています、はい、これぐらいなんですよね、うん、そして県の広報、はい、本当は県の広報もこういった沖縄に7万人もの中国人が入ってるんだから何か言ってるかなと思ったんですけど、これ沖縄県の広報課のツイッター、はい、はい、すごい立派なツイッター持っております、はい、はい、そのトップページ、はい、トンコレラ、はい、あ、トンコレラ、トンコレラのこと書いてあのコロナウイルスのことじゃなくて、はい、トンコレラのこと書いているんですよね、はい、トンコレラは豚イノシシの病気だりって、うん、これラジオでずっと言ってることをそのまま載っけてあるだけです、うんうん、次に、うんうん、何を書いてるかって言ったら、はい、私はてっきりね、うんうん、この新型コロナウイルスについて、うんうん、あの皆さんで自衛しましょうということを書いてると思ったらこんなこと書いてます。トン沖縄県庁広報課、首里城早期再建支援特別協賛企画共同企業の代表としてうんぬん、はい、首里城火災復旧復興支援としてジャーナ副知事が寄付金の贈呈を受けましたということで、うもうお花畑全開もう県民の生命のこと何にも考えてない、首里城のための金集め、それもね、あの首里城のこのね、これ災害復旧復興なんて書いてますけど、集めたお金を首里城再建募金、首里城再建募金といってお金を集めて、いつの間にか首里城火災復旧復興支援になっちゃってますよ。これ大丈夫ですか、沖縄県。これ募金詐欺って言われないですかね。はい、首里城再建っていう文字が消えちゃってるのが非常に香ばしい。そして次こそは、あのコロナウイルスのね注意喚起かなと思ったらこんなこと書いております。トンもう今週のテーマはヘルプマーク、皆さんヘルプマークをご存知ですか。ヘルプマークやその活用法についてご紹介します。ツイッタークイズの正解はウマンチュ広場をご覧ください、うん、もうお花畑 200% ということで危機意識ゼロ。すごいですね。福岡県知事が感染の、ね、拡大を防ぐために完璧な検疫体制を作ってほしいというふうに動いてるのに、ね、そこより多くの中国人が来るかもしれない。この沖縄の知事、うん、何をしてるんですかね。本当にもうお金集めと歌って踊って半吉三昧成敗ですよ本当にと私は思っております。はい、そして今中国はですよ、この出国ができなくなってる、出国制限かかってるんですよ、そうなるとどうなるかというと、帰国も難しくなる可能性がある。なぜなら、この春節というお正月休み、はい、国が期間延ばしたんですよ、中国が。この事態が収まるまではということで休みの期間を延ばしちゃった、はい、ということはここに長くいられるっていうことになっちゃって、はい、帰国も難しくなり滞在日数が伸びる。当然2番目、潜伏期間を過ぎた方が発症する、まあ、7万人も入っていたら来てたら持ってる方は私いないのがおかしいと思いますよ。そして不調を訴えた観光客は一般の病院を受診します、はい、総合病院とか、ね、有名な大きな病院とかに行って受診をします。すると病院には、まあ、美咲ちゃんもご存知だと思いますけど体力の落ちたお年寄りがいっぱい診察待ってますよね、まあ、そういったところでもし咳なんかされちゃって院内感染なんかしちゃったら体力のない、ね、お年寄りなんかがどん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 このウイルスに感染して肺炎になって重篤になっていくっていうことが考えられる。こういうねやっぱり最悪の事態を想定した危機管理体制っていうのを沖縄県が取ってるように見えないのが私本当にね残念すぎる。そしてなんと
このね中国人がもっと痛いということをね言ってることが記事になっております、これでございます。トン、日本が安全、帰りたくない春節の中国人観光客、新型肺炎を警戒、マスク大量購入、沖縄タイムスさんの1月27日の記事でございます。24日に帰国する、これなんて読みますかね、これちょっと読めないです、読めない字時々あります、旅行に来た男性は買い物袋にびっしりマスクを詰め込んだ、家族12人分を買い集めたといい、とても不安、日本の方が安全、帰りたくないと表情は曇りがちと、帰りたくないそうです。美咲ちゃん、ちょっとお願いだから、ちょっとちゃんと帰国してほしいですね。これ本音でしょうね。だってだからね、この中国から来た観光客の皆さん、沖縄に着いた時まではねマスクしてるけど、沖縄に来た途端にマスクしないであっちこっちで羽伸ばしてるっていうのは、やっぱりこの沖縄、日本っていうのが安全だっていうふうに思ってるわけです。でも受け入れ側としてはこんなことされちゃおもてなしどころじゃないんですけどね、はい、そんな中で日本の方が安全、帰りたくないと表情は曇りがちと。重慶から来沖した女性は、中国でマスクが売り切れなので友人から買ってきてほしいと電話をもらった、気をつけるけど心配はしていない、はい、重症急性呼吸症症候群も乗り越えてきた、大丈夫と笑顔だったということで、多分稀なケースかなと思うんですけどね、まあ、ほとんどの方々がやっぱりマスク買い求めてます、特にこの国際通りとかね、あと大きなショッピングモールではもうマスク売り切れ、売り切れです、はい、もう中国人観光客、観光客へ行かない、ね、路地にある薬屋さんとかにはまだ残ってますけど、もう観光ガイドに載ってるようなところはもう全部売り切れ、本当ですこれ、はい、そしてなんとね、今日本にいる留学生が中国の家族にマスクを送ると中国政府が没収するっていう話も聞こえています。すごいですよ、本当に。そういった中でね、我らが沖縄県の中で、はい、出身の国会議員の方がこういうことを言ってます。下地幹雄先生、中国からの団体旅行と個人旅行が制限されることになりました。これは沖縄観光に大打撃になる可能性があります。1000万人の観光客のうち400万人が外国人であり、そのうち5割が中国からの観光客です。韓国からのお客様も厳しい中、沖縄県は早急に対策本部を開いて、戦略を練ることが大事ですと。これ見た時に私アッポーンってなっちゃったんですけどね、下地幹雄先生が沖縄県民、この中国人の観光客が入ってくることによって、新型肺炎がもし沖縄で発症し、その時にどのようにやっぱり対処していくのか、どう封じ込めていくのかっていうことを心配してるんかなと思ったら、はい、韓国からのお客さんも減ってるし、これで中国からも減ったら沖縄観光大打撃だっていうことを言っちゃってる、つまり沖縄県民の命健康より観光客の数の方を心配しちゃってるっていうことになります。当然、はい、ツイッターでは痛い言葉がたくさん返ってきてます、はい、そんなことより沖縄県民への感染対策を考えろ、全く危機感がない、まずは県民の命です、ですね、県民の命より金か、本当に存在許してはいけない政治家が次々浮き彫りになるなと。発言おかしくないですか。沖縄県民、日本国民の生命財産よりも観光客の心配ですか。もう国会議員やめてください。沖縄県の恥です。死に至る可能性のある新型コロナウイルスが持ち込まれる可能性を少しでも削るなら、経済的な損失は目をつぶり、事業主等への補填や今後の対策を考えるべき。命あっての何とやらです。病気や死んでしまったら損失どころじゃなくなると、はい、
沖縄サンゴハートさん、はい、私の友人ですね。可能性で物事を語るなら、あなた自身に議員の素質がないことを自ら述べているに過ぎない。優先課題はどのようにしたらコロナウイルスを防ぐことができるのかということですが、あなた自身は沖縄県民全体に関わる健康維持より金が先なのかという、もう散々に言われております。やっぱり国会議員、ね、ツイッターだろうが何だろうが、やっぱり責任ある立場だから、きちんとね、やっぱり言うべきことはちゃんと言った方がいいんじゃないかなんて思いますけど、まあ政治家そして県も全く今回のこのコロナウイルスについての危機意識っていうのは微塵もやっぱり感じられない、まあ、そんな中で民間病院が一生懸命頑張っております。これでございます。とある民間病院の対策、今朝から入り口や待合室などに貼った張り紙、国産県産の動き鈍いですね。沖縄は中国からのビザも特に緩い地域ですので、これからどんどん中国人が入ってきます。個人的に沖縄での感染拡大はほぼ間違いないと思っています、ということで、はい、このように書いてます。お知らせ、新型のコロナウイルスが原因とみられる肺炎が中国で拡大していることを受け、過去2週間以内に中国への渡航歴のある患者様は院長またスタッフまでお声掛けください。また簡易的ではありますが、マスクの販売も1枚20円でしております、ということを張り紙で書いている。はい、気休めかもしれませんが、店舗等を営まれている方やそこで勤務している方は同じようにやるよう進言してみてもいいんじゃないですかと。マスクはタダにすると大量に持っていく人がいるので、料金は設定した方がいいと思います、ということね。これショッピングモールにも言えますね、うんうん、ショッピングモールでタダで配布したらもう中国人の方々がラッキーっつってもうつかみ取りになると思っております。はい、そういった中でね、あの患者の早期検出と早期隔離と接触者の自宅会議以外には特に有効的な予防措置はないと言われております。はい、一般呼吸器感染症の予防策として手洗い、うがい、マスク着用、体力や免疫力の増強を図る、人混みの外出を控えるなどが挙げられるということで、国立感染症研究所の、ね、お話でございます。これぐらいしか今自分たちでできることはない。そういった中でね、孫光文さん、これ私の友人でございます、はい、漫画家なんですけど、はい、このように中国のやばい正体というね、すごいいい本書いてます。この面白いですよ、読んだらね、本当に面白い。この方がこう言ってます。日本人の皆さんに伝えるテクニック、中国共産党がデマだと決めつけるのは事実です。これは中国人の常識です、ということで、まあ沖縄でもですね、まあ、日本でもあちら系の方々がデマだっていうのはもう大体本物だというふうに皆さん思っていただいていいと思いますよ。彼らにとって都合の悪いことはデマだデマだデマだとカメムシのように湧いてきますけどね。はい、まあそういったデマに惑わされずに、きちんとやっぱり事実を自分自身で判断して、自分の身はやっぱり自分で守る自助努力を忘れないようにしていただきたいと思っております。ということで、今日は丸々ね1時間新型コロナウイルスの特集でございましたが、まあ、これによってね、皆さんが少しでも危機意識を高めていただければなと思っております。ということで、本日の沖縄の声、これにて終了させていただきます。皆様最後までありがとうございました。